あれ？あ、なんか人がいます、人がいます、人がいます。どこですか？なんか昨日、なんか。HostTV.com。まあ今コロナウイルスが、まあ、世界中で猛威を振るうことによって、まあ、いろんな人がね生活が苦しくなったりとか、まあ例えば自分でねお店をやってる人なんかは閉業に追い込まれたりとか、すごい大変な、まあ、状況になってると思うんですけど、でホストクラブなんかもう歌舞伎町だけで 2,30 店舗実は閉店してるんですよ。でね経営者の人たちとか、まあ、従業員の人たちも路頭に迷ってるっていう人がかなり多い中で、もしかしたら自らこの人生を終わらせて命を絶とうって思ってる人がいるのかもしれないってなった時に、まあそういう人たちが集まりやすいってなったら宇治の樹海、ちょっと心配だなと思って、そういう自殺をしようとしてる人たちがいないかとか、ちょっと宇治の樹海に行って、まあ、パトロールという形を、まあ、今回取ろうかなって思ってるんですよね。2020年、全国、全世界を襲ったコロナショック。緊急事態宣言の発令により、日本の経済も大打撃を受けることとなった。とある報告では、全国の5割を超える企業が賃金、雇用の削減などを実施したという調査結果も出ている。未だ見えない業績回復の見通し。そして、いわゆる夜の商売であるホスト業界も、やはり今回の騒動で大きなダメージを負うことになってしまったのだった。そんな中立ち上がったのはキャンディーズヘブン代表取締役心の友也。プレイヤーとして数多くの功績を残し、斬新で強烈なキャラクターで多くの人々を引きつけるこの男、今年1月にオープンを果たしたばかりの自身の店舗キャンディーズヘブンでは、現在なんと従業員50人超えのホストクラブへと急成長を遂げている。まあ、生物はいろんなねパンデミックのものも全て、どうにか乗り越えてきて、まあ、今日という日にたどり着いていたわけで、まあ、過去にもね、まあ、いろんな病気とかね災いに、まあ、ぶつかってきましたけども、まあ、しっかり乗り越えてきて今日があるということで、きっと今回も大丈夫だよって、一緒に戻ってまた何か楽しい時間を過ごそうって手を差し伸べた上で一緒に帰りたいですね。コロナの影響で人生にさまよっている人はいないだろうか。そんな思いで東京から車で約2時間の場所にある富士山のふもと青木ヶ原に到着した。まさに富士の樹海と呼ばれる土地である。自然豊かな景観から観光名所として知られるこの場所、しかし一方あまりの広大さと似たような地形が続くことから、樹海の奥へと足を進めるうちに自身が今どこにいるのかわからなくなってしまい、遭難するリスクが非常に高くなる。そのため他の人に見つかりにくいなどの理由で、以前よりここで自らの命を絶つ者が多いのである。そんな樹海へと心の友也がいよいよ足を踏み入れる。はい、富士の樹海のふもとに到着しました。さっきから普通の人多い人もね何人かいるんですけども、まあ中に足を踏み入れてる人もぼちぼちいるんで、ちょっとねどういう人なのかわかんないんですけども、ちょっと怪しい雰囲気を持ってる人がいたら、声をかけていこうと思います。行きましょう。
最初は歩きやすい遊歩道だったが、しばらく足を進めるうちに自然がだんだんと牙を剥く。ちょっと人気も全くなくなってきて、ちょっと道も険しくなってきたんで、ちょっと来た方向方位磁石でちゃんと確認しながら、進んでいこうと思います。これね、僕の家で代々伝わってる伝説の方位磁石なんですけど、まあ、漢字でしっかり施されてて、多分中国から渡ってきて僕の手元まで今日4000年かけて来たもんだと思うんだけどね。それでちょっとちゃんと来た方向をね把握しながら行かないと。じゃあ行きましょう。何撮ってんだよ。キャンディーズ。この日は平日ということもあってか、あたりに人は誰一人として見当たらない。とその時だった。あれ、あ、なんか人がいます、人がいます、人がいます。どこですか？なんか作業員の人とかですか？あれ、なんか動きおかしくないですか、あの人？ちょっと声かけてみましょう、うん。転んでる。大丈夫ですか？なんだ。大丈夫ですよ。誰だ？なんだおめえ。大丈夫ですか？なんだおめえ。すいません、通りかかったものなんですけどね。なんだおめえ。今ここで何されてるんですか？いや、帰るんだ。家に。今日どこから今日いらっしゃったんですか？家に帰るんだ。あ、ちゃんとじゃあ帰るっていう目標がちゃんとあるんですね。じゃあここに何で来ちゃったんですか？派遣。どういうことですか？何の仕事で派遣されたんですか？工事よ。どこも工事してないじゃないですか。派遣よ。なんか怪しい感じがするな、この人。派遣よ。ちょっと顔見せてください。なんだ？顔見せてくださいよ。なんだ？やめろ。なんだお前は。パッと見、なんでこんなとこに。なんかもうちょっと若い感じがする。いるんだ。本当に。足怪我してるんですか、本当に。いで。ちょっと一旦立ってくださいよ。なんだ。まだ痛いですか？いで。もう痛くないんじゃないですか？なんだ。いでよ。ああ。もう治ったんじゃないですか？なんだ。おい、やめろ。やめろよ。なんだ。あきくんじゃない？え？おきくん？え？おきくん？知ってます？2017年グループダンディイケメンコンテストナンバーワンの初代王者アキ。何してんのこんなとこで。昔はそうだったけど。今もうこんななっちゃったの。今ホスト辞めたの？辞めてるよ。で今山で作業してて偶然転んで帰れなくなって。じゃあもう、まあ、ちょうど車で来てるんで一緒に新宿まで帰ろうよ。でもただ今日はね、そのあなたみたいな人を見つけて救うっていうのが目的だったんだけど、もうまさかのお友達だったんで、一緒にさ、やっぱ悩んでる人とか自殺しようとしてる人一緒に手差し伸べて、みんなで東京に帰ろう。連れて帰ってくれんの？なんかね、キャラクターがね、まだ行ったり来たりして迷いがあるけど、帰るとこがないんだ。一緒にね、帰るとこがあるから、帰ったら居場所は作るから一緒に行こう。じゃあちょっと来た道戻ろっか。人生これからもうどうしようって行き場を失ってる人って多分他にもいると思うから、いますね。うん、探してちょっと二人で救おうね。はい。あ、なんか人また人もいます。しかもあれは絶対仕込みじゃない。これ正直仕込みだったんですけど、忘れて。なんか人が座ってます、ね。見えます。